南長野、南長野、南長野は、長野県長野市の市街地西部にある地域、大技。工術の9丁が属しているが、長野市街地内の町、通称名については、住所表示の際に、大技南長野を省くことが多く、郵便番号も、それぞれ単独で、与えられている。また、町名、通称名の他、幅下、十年寺裏といった小技があるが、これらは、 原則用いない、省略することが、長野市の慣例となっている。つまり、長野県立大学5町キャンパス近くの住所を例に、取ると以下の三通りの表し方がある。しかしながら、例えば、長野県は、長野県庁の住所を、大技南長野ながの自化と表記しており、慣例に従うならば、大技南長野の妻か、または、妻か、混乱に拍車をかけている。 北石道町、南石道町、末広町は、長野市役所、本町直轄第五地区、その他は、第四地区の管内である。南長野は、長野市街地を構成する三大技の一つである。西端を裾花川が流れ、南端に、新越本線、北陸新幹線が通り、長野駅が置かれている。地域のほぼ中央を昭和通り、 国道19号が東西に横切り、西端を県庁通り、国道19号、県道、東端を中央通り、市道が南北に走る。地域内には、裾花川から分かれた金井川、金井関イコール金井関、北や渡川、南や渡川、古川、京勝川、ケカ川,川、宮川といった溶水が曲がりくねりなら、流れ、市街地と全港寺平に潤いをもたらしている。 周囲は、以下の大技、町長と接する。古くは、北国街道、善光寺表参道に沿った、石道町や、後町などは、善光寺町の一部として、町馬化していたものの、それより、西の現在の県庁や妻畑などはまだ農村であった。しかし明治に入り、1874年、明治7年に、旧長野県庁が、西長野に置かれると、隣接する東地域も次第に、 市街地化し、旭市町、県庁といった町が新たに発足した。さらに1888年、明治21年には、当地域の南端に長野駅が開業し、末広町が新たに発足。長野市の市街地、繁華街は、善光寺周辺から徐々に南進していった。現在の南長野は、1913年、 大正2年に妻会移転した長野県庁を中心に県庁通り沿道が官庁街となっている一方長野駅を中心に中央通り沿道に繁華街が広がるしかし繁華街は次第に東に接する鶴が南千歳町などへ移りつつある前述の通り地域内には6つの用水が曲がりくねりながら流れているがその多くは暗渠となりその上が工事になっている そのため、5番目上の区画の全工事周辺に対して、当地域、特に南部では曲がりくねった工事が入り組み、町の区画が複雑になっている。こうした入り組んだ工事、路地、また町の中を流れる小川を観光資源とする構想があり、2008年、平成20年には、第6回全国路地サミットが長野市内で開かれた。田町は長野県庁の東に広がる町、 郵便番号は三八ゼロのゼロ八三八。町の声援を県庁通りが南北に通る。北端を通る、館庁通りの地下には、金井川、金井関イコール暗挙。町中央部には、中沢川、海挙が共に東西に流れる。周囲は、以下の町町と接する。県庁通り沿いなどは、観光庁、各業界の会館、企業の支社、中小の事業所などが多いが、 一歩入れば完成な住宅街である。朝日町などとともに、明治期に新たに起立した町であるが、古墳時代、平安時代の集落遺跡である、県庁遺跡があり、1969年、昭和44年に、長野国際会館、現、ホテル国際21の建設に伴って行われ、調査では、地方では、珍しい水域性ひずめ足綴りが出土しており、 当地に水内群河があったことを伺わせる。1925年、大正14年の長野市中部地図では上谷形町と見える。地区内の人口及び世帯数は182世帯349人、平成30年10月1日現在。町内に公共交通機関は走っていないが、中央通り、県庁通りを走る路線バスが利用できる。 北石道町は JA 長野県ビルを中心に広がる町。郵便番号は3800826。町の中心部を西木町通りが東西に横切り、東部を中央通りが南北に貫く。北端の南石道町との境から町中央部にかけてを、古川、海峡、西部の岡田町との境付近を、警活川、宮川、一部暗居が南北流れる。 周囲は、以下の町町と接する。西部の特に中央通り沿いは、中小の商店や、アゲインなどの商業施設が集まり賑わいを見せるが、東部の山農町は、閑静な住宅街となっている。江戸時代には、石道町と呼ばれ、前行寺町の内松城半寮妻中村に属していた。後、南石道町を分けて、現在に至る。石堂町という町名は、 カルカヤ、三世三寺ゆかりのカルカヤ商人の子、石堂丸、石、わらべ丸にちなむと言われるが、同時境内にある石堂丸の墓とも言われる、鎌倉時代の石頭が由来と考えられる。長南東部の二千度通り沿いは、通りが開かれるにあたって石若町と名付けられたが、もっぱら二千路と呼ばれ、町名は、捨てれている。内の人口び、世帯数は、 219世帯412人、平成30年10月1日現在、八坂神社、上西の門町五祭礼で、屋台巡行をする五祭礼町二十町の一つである。1926年、大正十五年に新たに、五祭礼町に加わった。1929年、昭和四年制作で、1964年、昭和三十九年に流、登留。 交流の彫刻を施した本屋台を有する。中央通り上に、アルピコ交通、川中島バス、長電バス、クルリン号のカルカや山崎停留所があり、市内バス路線のほとんどが利用できる。新田町は、新田町交差点、中央通り、昭和通りの西に広がる町。郵便番号は380-0835。町の中心部を昭和通りが、 東西に横切り、東園を中央通りが南北に通る。町の中央部を南八幡川、北部の西小町との境を北八幡川が流れるが、共に安居である。周囲は以下の町町と接する。市街地のほぼ中央部に位置し、各方面からの街道が交差する当地は、問御所町などと合わせて、長野銀座と呼ばれ、かつては、 日田町交差点を中心に二つの百貨店と一つの大型スーパーが立地するほどの今を見せた。しかしそのいずれも移転、閉店し、現在では、豊後や門前プラザを軸に再開発が進められている。江戸時代には、前行寺町の内松城半領妻中村に属していた。慶長年間末期の裾花川の流路変更により、川の後に新たに成立した枝村であった。 流路変更前の裾花川の川筋は、概ね現在の北八幡川、南八幡川に相当する。町の北西部、北八幡川沿いは、明治期には、西河原町、または、原町と呼ばれていた。地区内の人口及び、世帯数は、133世帯221人、平成30年10月1日現在、矢坂神社、上西の門町ご祭礼で、 屋台巡行をする五歳霊町二十町の一つである。1926年、大正15年に新たに五歳霊町に加わった。1924年、大正13年制作で、1994年、平成6年に復元された踊り屋台を有する。かつては、底抜けの林屋台もあった。昭和通り上に、アルピコ交通。 川中島バスの昭和通り停留所乗り場4、乗り場5、中央通り上に、アルピコ交通、川中島バス、クルリン号の昭和通り停留所乗り場3がある。末広町は、長野駅の北に広がる町。郵便番号は380-0825。周囲は、以下の大技、町長と接する。百八十八年、明治十一年の長野駅開業に伴い新たに、 開かれた町の一つで、駅前から放射状に整備された三本の振動のうち、第一線路、一線路イコール原水広通り沿いに成立した。全域がビジネスホテル、雑居ビルで占められ、飲食店や商店がひしめく活気ある町である。その分人口は少なく、一世帯一人と市内の町の中で最小レベルである、平成30年10月1日現在。なお、 町域は、末広通りの長野駅前交差点、末広町交差点の間の両側のみであり、末広町バス停、末広町会館はすべて南石道町に位置する。JR 東日本、品野鉄道、長野電鉄の長野駅があり、以下の路線が利用できる。長野駅前後寺口ロータリーから、市内を走るほとんどのバス路線が利用できる。諏訪町は、 長野市立図書館の南東に広がる町。郵便番号は380-0844。周囲は、以下の町町と接する、善光寺にほど近い、官長通り南側の小さな町で、閑静な住宅街である。地区内の人口及び、世帯数は、67世帯129人、平成30年10月1日現在、町内に、 公共交通機関は走っていないが、中央通りを走る路線バスが利用できる。中小の商店や委員、銭湯などが立地する。妻品は、長野県庁の北に広がる町。郵便番号は380-0872。また、妻家地区のみ一部の小技にも郵便番号が、振られており、幅下が380-0837である。町の東園を県庁通りが通り、 西園を裾花川が流れる。周囲は、以下の大技、町長と接する。東部の県庁通り沿いには、観光庁や県関連施設が軒を連ねるが、西へ向かうほど山裾の歓声な住宅地といった風になる。江戸時代には、妻家村の本郷であり、1881年、明治14年に妻家村が、南長野町になるにあたって、 本郷の区域に限って妻家と呼ばれるようになった。地名の由来は、諸説あるが、団球を意味する、品と隅を意味する、妻から来ると言われており、その名の通り、そばな川の菓子団球に位置する。なお、妻家神社の妻家明神が独身であることに、由来するという説もあり、古代から江戸時代まで、妻なし、妻生といった表記が見られる。地区内の人口及び、 世帯数は、605世帯1、191人、平成30年10月1日現在。県庁通りを走るアルピコ交通、川中島バス、クルリン号の以下の路線系統が利用できる。以前は、県庁前高速バス乗り場は、長野県庁構内に設けられていたが、2012年、平成24年2月1日に、市内路線バスと同じ路上の乗り場に変更されている。 西五町は長野県立大学五町キャンパスを中心に広がる町。郵便番号は380-0845。町の東園を中央通りが通り、南園をことぶき町通りが通る。町中央部には中沢川、安居が東西に流れる。周囲は以下の町町と接する。町域の多くを寺院の敷地や学校の敷地が占め、 中央通りから一本入ると落ち着いた空気が漂う。中央通り五町交差点から西に入り、県庁交差点にかけては、中町と呼ぶが、長野郵便電信局、現 NTT 後町ビルがあることから明治期には、電信横町とも言った。江戸時代には、現在の東五町と合わせて五丁と呼ばれており、全校寺町のうち、町年寄りの治める八丁の一つであった。 五町は長野村と妻か村にまたがっており、後長野村五町が東五町となり、妻か村五町が西五町となった。町名は、鎌倉時代に、品野国の五町、五町イコール国画が置かれていたことに由来し、近隣の県庁遺跡からも、地方では、珍しい出土品が見つかっている。地区内の人口及び、世帯数は、183世帯311人。 平成三十年十月一日現在、八坂神社、上西の門町五祭礼で、屋台巡行をする五祭礼町二十町の一つである。千七百五十八年、法歴八年に五祭礼町に加わった。千八百七十三年、明治六年制作の総家屋木作りの本屋台を有する。このほか千九百二十五年、大正十四年制作の踊り屋台も有するが、 近年は、栄光されない。町内に、公共交通機関は走っていないが、中央通りを走る路線バスが利用できる。南あがた町は、長野県庁の東に広がる町。郵便番号は380-0836。町の中央を昭和通り、北部をことぶ基町通りが、東西に横切り、西園を県庁通りが通る。南端の北伊守道町との境には古川。 挙が流れる。る。周囲は、以下の町長と接する昭和通り北には長野県庁と向かい合うようにして、品の毎日新聞本社ビルがそびえるほか、各業界の会館などが集まる。昭和通り南は、完静な住宅街であり、旧長野赤十字病院、現、日本赤十字社長野県支部がひっそりと佇む。このうち県庁前交差点から南東に伸びる。 工事の近辺は、徳永町と呼ばれる。朝日町などとともに、明治期以降に起立した町の一つである。地区内の人口及び、世帯数は、257世帯536人、平成30年10月1日現在。昭和通りを走るアルピコ交通、川中島バスの以下の路線系統が利用できる。南石守道町は、長野駅の北西に広がる町。 郵便番号は380-0824。町の中央を中央通りが南北に貫き、ターミナル通りが東西に横切る。南縁に新越本線が通る。町西部を警察川、一部暗渠、宮川暗渠が南北に、北端の北井主導町との境の一部を古川暗渠東西に流れる。周囲は以下の大技、町長と接する。 町東部の中央通り、二千路通り、長野大通り、末広通りに囲まれた一角は、戦国街と呼ばれ、長野駅前の歓楽街となっている。また、中央通りの西遊前から岡田町に向けて伸びる、古くは米屋新道、または米屋町と呼ばれた通り沿いにも飲食店が軒を連ねる。町北西部、山王地区は、閑静な住宅街である。 江戸時代には、石道町と呼ばれ、全港寺町の内松城半領妻中村に属していた。後、北石道町を分けて、現在に至る。町名の由来は、北石道町を参照。地区内の人口及び、世帯数は、392世帯662人、平成30年10月1日現在。八坂神社、上西の門町御祭礼で、 屋台巡行をする五歳霊町二十町の一つである。1926年、大正15年に新たに五歳霊町に加わった。1934年、昭和9年製作の踊り屋台を有する。JR 東日本、品野鉄道、長野電鉄の長野駅があり、以下の路線が利用できる。長野駅前後寺口ロータリーから、 市内を走るほとんどのバス路線が利用できる。また、中央通り上に、アルピコ交通、川中島バス、超電バス、グルリン号の戦国入り口停留所、ターミナル通り上に、アルピコ交通、川中島バスの末広町停留所がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。